皆さんこんばんは。北海道札幌からオリジナルスキンケアアイテムと暮らしにまつわる物事をお届けしています。サポンデシエスタのつけしばあやこです。えー、さっきちょっと一旦ライブの方を配信させていただいたんですけれども、ちょっと回線があんまり良くなくって一旦落ちてしまって、改めてね、もう一度、えー、つづえー、接続させていただきました。えー、途中聞いてくださっていた皆様申し訳ありませんでした。あ、リーフみどりさんこんばんは今日も楽しみですって。 ありがとうございます。えー、今日は7月の22日月曜日ですね。1週間の始まり、皆さんどんな一日を過ごしだったでしょうか。今日の札幌もね、すごく暑くて、あの昨日も34.4度。 あったんですけれども、途中でね、iPhone 見たら、今日も気温が34度ある、本当暑い一日だったんですが、今日は私、あの、お仕事がお休みの日だったので、あの、以前からね、娘とちょっと約束をしていた、らんぼ狩りに今日は行ってきました。 で、札幌からの、私の住んでる街中から、本当車で30分ぐらいのところに、上山系という場所があるんですけれども、そこのちょっと手前にある果樹園の方に今日は行って、桜んぼ狩りをしてきたんですけれども、生まれて初めての私、桜んぼ狩りだったんですね。 で、今年はちょっと、あの、北海道を暑い日が続いて、あと雨も多かったっていうので、なんか桜んぼの実りがあんまり良くなかったらしいんですけれども、今日行った果樹園はもう他は全部もう今年の桜んぼ狩りが終了していたんですけど、まだね、やってらっしゃったので、あの、娘と一緒に楽しく過ごしてきました。で、ね、初めてやったんですけれども、完熟の桜んぼ で、やっぱりすごく美味しいなぁと思って、すごくたくさん食べて、もうお昼ご飯も今日は桜んぼでした。<laughs> で、本当暑い日だったんですけれども、ちょっと山の方に行ったりとかすると、すごく涼しかったりとか、ね、したんですけれどもね。で、今日はちょっとね、テーマとして、ただやっぱりすごく暑い日が続いているので、ちょっとね、暑い夏を乗り切る工夫、何をしてますかっていうのをちょっとね、お話をしたいなと思います。 ね、あ、MT ともこさん、こんばんは。皆さんも、あの、夏を乗り切るね、工夫ね、どんなことされてるのかもしよかったらね、コメントも入れながら、今日はね、一緒にお話ししていこうかなと思っているんですけれども、去年すごく暑かったので、札幌ね、あの、なので今年はちょっといろいろ工夫しようかなと思って、夏前に私は、まず一つ、これを作りました。これね、梅シロップ今年作ったんですけれども、あの、 だいぶいい感じになってきて、飲み頃な感じです。以前ね、インスタライブでもお見せしたんですけど、梅シロップと、それから今年は梅干しの方をつけていて、そろそろ梅干しも干そうかなと思っているんですけれども、梅シロップもね、お酢を入れた梅シロップにしたので、ちょっと暑い夏バテしそうな時期とかにね、飲むと、ちょっとこう元気になるんじゃないかなと思って、今年はちょっと少量で作ってみて、まあ、飲んでみてよかったら来年以降もね、ちょっと定番にして作ってみようかなっていうふうに思っています。 でやっぱりね今あのリーフミドリさんがスイカを食べてますっていう風に書いてくださったんですけど暑い夏ね暑いからって言ってずっとクーラーのところにいたりするとまた体がねこうだるくなっちゃったりするのでこう食べるものとか身につけるものとかあと普段のねあの生活習慣なんかそれでうまくこう乗り切っていきたいなっていう風に今年の夏は思っています。 なのでね、まず一つは、あの、こういうちょっと食べ物でね、お酢をねひか、ちゃんと取ろうかなって思ったりとか、あと、まあ、あのー、なんかクーラー効いてるところにいると、今年の夏も何回か、あちょっとお水飲んでなかったなと思うことがあって、 お水をね、こう飲むのを忘れちゃうと、帰ってこう熱中症みたいな感じ。夕方になるとすごく頭が痛いなっていうことがあったので、なんかちゃんとね、このお水、水分を取ろうかなと思ってます。メグさんがサジーとノニジュースを交互に飲んでます。ね、サジーもすごい昔飲んだことあるんですけど、あれもすごい元気が出ますよね。ちょっとさ酸っぱくって、ね、あれをこう炭酸とかで割ったりとかして、飲んだりとかしてもすごく美味しいですもんね。 なので、まあちょっとそんな感じでね、食べるものとかも気をつけているんですけれども、あとは、ちょうどね、今、あの、シェスタンの直営店で、あの、企画店で、リリーフ部屋さんの、あの、お洋服、丹田ンンパンツと、それから靴下を扱っているんですけれども、ちょっとこう、身につけるものでも、あの、本当にね、こう、 体の調子っていうのが変わってくるなと思って、で、去年私がリリーフウェアさんのお洋服で、あの、使ってすごく良かったものを今日ちょっとちゃんとやっぱり改めて夏お助けアイテムなので紹介したいなと思って、今日ちょっとお話ししようかなと思うんですが、今回、えっと、リリーフウェアさんのお洋服が、単純パンツとそれから解放ソックスっていう靴下とね、あの、 パンツが届いているんですけれども、解放ソックスがこの夏を乗り切る工夫で、私はもう欠かせないアイテムに今なっているんですね。で、解放ソックスっていくつかパターンがあって、基本っていうパターンと、それから通気っていうパターンと、伸縮っていうパターンがあるんですね。 で、基本は、あの、本当にもうシンプルな、パッと見、本シンプルな感じの靴下なんですけれども、ここのところがね、二重に編まれているので、ちょうどここって履くと、あの、三陰校っていう壺があるんですけれども、そこの壺を冷やさないように、あの、靴下が二重になっているんですね。なので、ここが温まると、本当に足首のところがふわっとこう包んでくれている感じなので、あの、体が冷えにくいんですよね。 で、やっぱ暑い夏って、こう、あの、サンダルとかね、素足で履いたりとかして、それで、あの、カフェとか、あの、それから出かけた先とかに行くと、なんか外歩いてるときはいいんですけれども、ご飯食べたりすると、もう下からこう冷えが来ちゃって、で、結局、冷えるから体が、足がむくんだりとか、体がすごく疲れやすくなっちゃって、まあ、なんかもうお家に帰ろうかな、みたいなこう気持ちになっちゃうんです。 でも、この、えっ、ー、と、リリーフ屋さんの靴下を履いておくと、すごくサンダルにも合うので、素足にならないでサンダルを履いて合わせると、すっごい体の調子がいいんですよね。でも、あの、5月ぐらいから、あの、タイツをやめて靴下になった、なり始めると、私はこの基本の靴下をもう愛用しているんですね。で、この、 6月ぐらいから、本当な暑さが本当本番になってくると、あの、今、リーフ緑さんが通気気になってますってコメント書いてくださっているんですけど、この通気のタイプのこの靴下を本当にもう毎日履いているんですよ。で、これが本当に良くって、通気って、あの、こう、空気を通すっていう意味の通気っていうの名前がついているんですけれども、ここのところがね、メッシュになっているんですね。 でメッシュになってるんだけど、なんかこう、肌がスケスケに見えちゃうっていう感じのメッシュではないんですよね。なんかこういう風な感じで、こう、全然肌透ける感じじゃないんですけど、通気性がすごくいいので、あの、足が、あの、蒸れにくい感じで履いていただけるんですよね。なん,なんで、それでこう、涼しい感じにもなるんだけど、足全体はすごくちゃんと温めてくれるので、こう、冷える感じがないんですよ。 で、ここのところ、こ,この部分は涼しいんだけど、ここの足首のところはさっきもお話ししたように、三円孔のね、ところがそこいいい、こう、温まるので、本当に涼しいのに、足首があったかい。だから、本当1一日、あの、やっぱりオフィスの仕事をしていると、どうしてもクーラーが効いているんですけれども、全然、こう、体が冷えなくって、もう私の中では欠かせないアイテムになっています。あ今、えー、処理科さん、えっ、ー、と、 伸縮のポコポコはとっても可愛いです。やっぱり夏は通気の方がおすすめですかあ、えっ、ー、とね、私伸縮もあの愛用していて、これですね。伸縮は昨日34度の暑さだったんですけど、伸縮も全然あの暑い感じにはならないので、すごくおすすめです。 で、伸縮は、こう、他のタイプに比べると、あの、すごくゆるく編んだのを、こう、キュッと、こう、縮ませているので、すごくゆとりがあって、本当に、これも足がむくみにくくて、すごくおすすめですね。 ね、私も、あの、伸縮機能を履いていたし、あの、鳥羽さんが、あの、札幌にいらしてくださった時も、あの、伸縮を履いてきてくださっているので、全然ね、夏だから、伸縮じゃない、通気より伸縮の方、伸縮ん通気の方がいいっていうわけではなくて、伸縮でも全然大丈夫ですね。うん。 なので、本当にこのね、あの、解放ソックスがあると、本当夏がね、とってもね、快適に過ごせることができています。すごい、皆さん、伸縮がね、気になっているのかなね。伸縮も本当に、あの、一日履いてもいいし、あの、夜、あの、お家でゆっくり過ごしたいなっていう時とかに履いていただいても、本当に締め付けが全然ないので、こう履いて、わかりますかねすごく伸びが良くって、すごく足が楽なので、おすすめですね。うん。 なので、本当にこの暑い夏を乗り切る工夫、暑いからまあ冷たいものを食べたり飲んだりっていうのもいいと思うんです、たまには。私も今日はかき氷を食べてきているので、すごく美味しい。でも、やっぱりずっとそれをしちゃうと、あの、胃腸の負担にもなったりとか、あと、薄着ばっかりすると、やっぱエアコンとかでね、こう、冷えてきちゃうので、ちゃんとこう、温めるところは温めてあげるっていうのはすごく大事かなと思って、例えば首とか、 首のね、つくところを温めるとすごくいいっていう風に言うじゃないですか。で、あの、そういうので、こう、首とかね、あの、足首とか、きちんと温めてあげると大事かなと思います。と、通気も素敵ですが、えっと、伸縮でサンダル可愛いかな。ね、めぐみさんありがとうございます。あの、伸縮で靴下もすごく、ん伸縮でサンダルもすごく可愛いです。まさに本当私昨日は、あの、伸縮のこのね、 綺麗なブルーのタイプがあるんですけど、これ私も鳥羽さんも愛用しているカラーなんですが、これにあの黒いサンダルを合わせてこう履いていたんですけれども、すごくね、可愛いかなと思います。ね。なので、ぜひね、あの、30、えっと、今度の日曜日、28日まで、えっと、直営店と、それからオンラインショップでは、この、えっと、靴下をご紹介をさせていただいているので、ぜひね、皆さんに、これは本当にね、 本当にあったらおすすめなので、試してみていただきたいなと思っています。で、あの、形ね、すごく迷われるかなと思うんですけど、まあ、夏だったら私はね、この伸縮、いう通気がね、すごくおすすめなんですけれども、あの、すごく皆さんが気になってらっしゃる、この伸縮も、あの、サンダルに合わせていただいてもすごくいいかなと思います。 でもちろん、この基本一番ベーシックなタイプのものも、あのサンダルにも合わせやすいし、もう一年中これはね、履いていただける感じかなと思うので、あの、これを選んでいただくのもいいかなと思います。なので、ぜひね、ほんと一回このリリーフウェアさんのこの解放ソックスは、こう履いちゃうと、この気持ち良さになかなか戻れない感じになるので、ぜひ試してみていただきたいなと思うのと、 やっぱり、あの、ここのね、足首のところに、こう、ゴムがないんですよね。ここの輪のところに。なので、足の締め付けがなくって、こう、むくみにくいのと、昨日もお店でお客様と話してたんですけど、ここの締め付けが強い、あの、靴下を履くと、なんだろう、かゆゴムの締め付けで、私、かゆくなるんですよね。で、かゆくなって、こう、 気,気づかないうちにこう書いちゃったりとかして、で、なかなかね、なんかこう治らない跡みたいなのがついちゃうんですけれども、二人不安さんの靴下を履くと、そのかゆみがないんですね。で、その話を昨日お客様にしていたら、去年も買ってくださったお客様で、あ、私もそういえば、あの、この靴下を履くようになったら、あの、足首のかゆみがなくなってっていう話をされていたので、もちろんこうむくみだったりとか、冷えだったりとか、そういう対策にもいいんだけど、 なんか肌の痒みのケアにもすごくこの、あの、リリーフ屋さんの靴下はいいかなと思います。こう皆さん足首のところがゴムのところがこう、痒くなるっていう経験ってあったりしますかなんか鳥羽さんに聞いたら、やっぱりこの締め付けがあると、あの、痒みが出ることがあるっていうふうにおっしゃっていたので、なんかそういうこういう痒みからも解決できるっていうのが、解放ソックスかなっていうふうに思っています。 えっと、今ご質問で、あの、カラー何色ありますかっていうね、ご質問ありがとうございます。実はね、カラーすごくたくさんあって、それぞれの,あのパターンごとに10色ずつぐらいあるんですね。で、全く同じ色のパあの、ご提案ではなくて、それぞれの靴下ごとに色味があるので、ぜひね、あの、オンラインショップ見ていただきたいなと思うんですが、今回オンラインショップの方でも、 すごい、あの、カラー展開たっぷりご用意させていただいているので、昨日、鳥羽さんとのインスタライブでもおすすめのね、カラーとか人気カラーのご紹介もさせていただいているので、ぜひね、あの、ご覧いただけたらなと思います。ね、あの、メグさんが、あの、足首痒いですっていうふうにコメントくださったんですけど、やっぱりね、足首、こう、ゴムの締め付けがきついとね、痒くなりますよね。 で、えっと、リーフみどりさん、ベーシックのセットの再入荷はありますかありがとうございます。えっと、今回、オンラインショップのお店で、この企画展の限定で、基本と、それから通気と伸縮の、あの、私たちがシエスタが、あの、愛用させていただいていて、 絶対使いやすいよねっていう組み合わせ、3色のセットでベーシックセットっていうのをご用意させていただいているんですけど、今ね、全部完売してしまってるんですが、えっと、水曜日、えー、再入荷する予定になっているので、あの、よかったらね、そちら楽しみにしていただけたらなと思います。ベーシックの方はね、本当に合わせやすい色を選んでいるので、おすすめかなと思います。えっと、チカさん、職場で浮かない色は何色がいいですか うん。いつもありがとうございます。あの、職場でね、履くんだったら、ちょうど今日、あの、ご紹介しようかなと思って持ってきているんですけれども、私、あの、通気の、このグレーのタイプがあるんですよね。で、これが、あの、履いていただくと、裏糸がこれ、あの、わかるかな、こう、水色を用意しているの、水色を使っているので、 パッと見グレーなんですけど、表のここのところに水色のラインが入るので、これがすごく履いていただくとめちゃめちゃ可愛くておすすめです。なんか黒いワンピースとかのあのところにチラッとこうグレーとこのブルーのラインが見えるとすごくね可愛いんじゃないかなと思うので、これもすごくおすすめですし、あと今回とっても人気なのが、このグレー系に、これも通気なんですが、グレー系にこのあの、 ネイビーのこの通気のこの糸がついているタイプ。これも、あの、お仕事とかでは履いていただくのにすごくおすすめですね。それから、えっと、皆さんから伸縮っていうお声いっぱいあったんですけど、この伸縮のね、このグレー。これもお仕事ではすごくいいんじゃないかなと思います。 ポコポコすごく可愛いし、なおかつ、ちょっとここのチラッとね、ブルーが見える感じがすごく可愛いので、これもお仕事で浮かない感じかなって思うんですよね。で、あと、あの、えっと、これ、お仕事 もう私これ絶対今回買え足そうと思っていて、一つあると絶対おすすめなんですけど、え白って結構皆さん思うと思うんですけど、ウィリーフウェアさんのこの光っていう、あの、ちょっと気なりがかかった感じの白があるんですけど、これはねもう超絶優秀で、あの、お仕事の時にもおすすめですし、あの、ワンピースとかに合わせたりとか、スカートに合わせたりすると何にでも合うんですよ。 だから、こう、あ、今日靴下何履こうかなって朝、あの、忙しい時とかに、うん、この靴下にしようって言って、こう、パッと選ぶと何でも合うし、あともう足も疲れないので、これは本当に皆さん一足あるとすごくおすすめですね。ね、それから、えっと、今、えっ、ー、と、処理科さんからね、オンラインのベーシック再入荷しますかってね、コメント。ありがとうございます。えっと、ベーシックの方を再入荷、水曜日。 頃にする予定なので、ぜひね、試してみていただけたらなと思います。それから、色展開、メグさんから色展開が多いということですが、黄色とかありますかっていうコメントね、ありがとうございます。黄色もすごくあって、あの、2種類あるんですけど、これ、基本のあの黄色のもので、 星っていう名前のカラーになるんですけど、ちょっとね、こう、蛍光がかかった感じの黄色で、あの、これも、こう、ちらっと見せるとすごく可愛くっておすすめですね。で、ここまでちょっとパキッとしたカラーじゃない方がいいなっていう時は、あの、通気の方のタイプにもう少し柔らかい、綺麗なクリーム色があるので、そちらもね、選んでいただくと、あの、おすすめかなと思います。ミリーフレェアさんではこの、あの、 星っていうこの黄色のタイプの色はすごく人気だっていうふうにおっしゃってましたね。で、あとは、これからの季節だと、ちょっとね、履いていただくのにおすすめなの,のは、このちょっと明るい、なんていうのかな、黄緑と、黄緑じゃん、黄緑、青緑。あの、すごくね、ニュアンスのあるこのカラー。これも、あの、足元から見えると、すごく可愛いかなと思います。 で基本の色と通気の色と両方あるから、あのね、ぜひ見てみていただけたら嬉しいと思います。アメグさん、星と光欲しいです。ありがとうございます。本当に、ね、星と光はすごく、あの、可愛くってね、おすすめですね。なので、すごくいいんじゃないかなと思います。で、あと、あの、個人的に私、愛用してておすすめなのが、この伸縮の、すごく綺麗な、この真っ青なブルーですね。 で、これは夏に着ていただいても履いても可愛いし、あの、冬場とかにちょっとこう、あの、ダークメナーカラー ウール系なパンツとかの足元から、こう、チラッと見えても可愛いのと、あと、まあ夏だからね、ちょっとやらないかなと思うんですけど、伸縮はすごく伸びるので、あの、下にね、もう一枚靴下、例えばシルクの靴下を履いて、その上の重ね履きで、この伸縮を選んでいただいたりとかしても、あの、すごくね、可愛い、あの、履き心地がとってもいいので、 そういう履き方もおすすめかなと思います。あ、ハートでね、ブルー3つ、ありがとうございます。ブルーも素敵ですってね。そうなんですよ。なので、あの、リリーフ屋さんの靴下は、すごくおすすめなポイントが2点あって、まずは、あの、機能性がすごくいい。とにかく履き心地がいいんですよね。で、履き心地もいいし、あの、これ紹介するときにたびたびお話しするんですけど、竹感が本当にちょうどよくって、あの、 変な丈の靴下って、こう、ふくらはぎのね、微妙なところに、こう、ラインが入ってくると、すごく足がこう、太く見えちゃうじゃないですか。でも、なので、なんか私、あんまり靴下を、こう、 あんま一枚で履くのがあんま得意じゃなくって、レギンースのと合わせたりとかっていう履き方をしてたんですけど、レリーフウェアさんの靴下はすごく丈感がちょうどいいので足をきれいに見せてくれるので、夏とか、あの、本当靴下一枚で今履けるようになって、おしゃれがすごく楽しくなりました。なので、えっと、靴下を履いて、 で、ワンピースとかのインナーには、あの、結構私、夏場のすごく暑い時期でも、本当ギリギリまで腹巻きパンツっていうのを、シェイサーでご紹介もさせていただいてるんですけど、履いていて、こう内側はしっかり温めて、で外側はふわっと、あの、ワンピースで一枚爽やかに過ごす、涼しく過ごすっていうのが、するようになってから、こう、体の調子が本当崩れにくくなったなと思います。ね。 えっと、あやこさん、温め上手。ありがとうございます。あ、かずしゅさん、ブルー買います。本当にブルーはね、おすすめ。こっちのブルーもおすすめだし、あの、もう一つ、えっと、これと、それから、えっと、白と、それから、えっと、もうちょっと、こう、 あの、グレーがかかったブルーのとセット、湖っていうカラーとセットにした、あの3足セットも今回ご用意しているんですけれども、それとね、そのブルーもすごくおすすめなので、ぜひね、オンラインショップにね、見ていただけたら嬉しいなと思います。はい。というわけで、あの、すごく暑い札幌34度ですけれども、あの、本当にこう、暑く、外、クーラーとかで涼しく過ごすのもいいし、 あとは、あの、靴下とかね、身につけるもので、体をしっかりケアをするとおすすめですよ、というので、今日は、えー、単電、うんと、解放ソックスのお話をさせていただきました。とめぐさん、ネーミングが素敵ですね。そうなんですよ。リリーフウェアさんの靴下は、とってもネーミングが素敵なので、なんかその名前と、それから、あの、靴下のね、 カラーを見比べていただいてもすごく楽しいかなと思いますので、もしよかったらオンラインショップの方に全部そのネーミングがなんでこの名前なのかっていうのもご用意させていただいているので、ご覧くださったら嬉しいです。ね、えっと、今日ご質問たくさんいただいている、えっと、3足セットのベーシックのシリーズも、えっと、 追加で、えっ、ー、と、オンラインショップの方にも入荷する予定になっておりますので、えっ、ー、と、水曜日ですね、楽しみにしていただけたらと思います。で、それ以外に、もう、えっ、ー、と、19日の金曜日の販売と同時に、もうすごいほぼ完売してしまった、あの、プレイグランドさんのピアスですね。で、そちらの方も、えっ、ー、と、入荷できるように、っと、明日撮影して準備しようかなと思っています。 で皆さんからすごくお問い合わせが多かったあの赤いピアスですね。そちらもあのパターンご用意させていただいているので、あのプレイグランドさんのピアス気になっていらっしゃる方がいらっしゃったら、あの水曜日オンラインショップの方を見ていただけたらと思います。でもちろんあの直営店の方はあのすごくたくさん作品が、ね、並んでおりますので、皆さんぜひぜひ。えー 水曜日からのね、お店も遊びに来ていただけたら嬉しいです。で、あとは、えっと、昨日のビジネスサンデーでも主人と話をしたんですけれども、えっと、7月の28日の20時から、ちょっとこう、1時間半ぐらい時間作って、 で、あの、シエスタのね、こう、19周年を振り返る、ちょっとこう、トークイベント的なことをしようかなと思っています。で、そちらのお知らせを、あの、LINE で配信させていただく専用 LINE をご用意させていただいていて、今、インスタグラムのプロフィール欄のところを押していただくと、えっと、シエスタのテラコや LINE はこちらっていうリンク貼ってあるので、そちらから LINE ご登録いただくと、えっと、 当日のね、URL、ズームでやるので、URL とかも、えー、とご紹介させて、配信させていただこうかなと思っていますので、よかったら配信、えー、とご登録いただけたらと思います。えっ、ー、と、シ理ギさん、ピアスも欲しいです。ありがとうございます。ピアスもね、今回も、あの、すごく素敵な、あの、カラーバリエーションをセレクトさせていただいていて、 あのおすすめは赤と白もすごい可愛いんですけれどもあの、ピンクとグレーの組み合わせのピアスが今回あのオンラインの方に登場するんですが、それがね、すごく可愛くっておすすめです。 で、全部あの、一点ものにね、プレイグラウンドさんはどうしてもなるので、気になるものがある場合は、ちょっとお早めにね、見ていただくといいかなと思います。あ、メグさん忘れてたすぐチェックしますってコメントありがとうございます。そう、LINE の方、皆さん、今日インスタライブ終わったら、ぜひね、あの、ご登録いただけたらと思います。あの、19周年振り返るので、あの、創業した頃の話だったりとか、 あと、途中途中の、まあ、いろんな歴史を振り返る、ちょっと楽しいトークにしようかなと思っていますので、ぜひ、LINE 登録いただけたらと思います。では、えー、そんな感じで、今日のインスタライブはこのあたりにしようかなと思います。えー、いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。まだまだ、日本全国暑い日が続くと思いますが、えっ、ー、と、しっかりね、体を整えて、元気にね、あ、ちょっと待ってくださいね。リーフリさん、ピアス以外も入荷しますかえっ、ー、とね、ちょっと今回、 まずピアスと思っているんですよね。えっと、ピンブローチの方が、実は直営店の方もすべて、あの、完売をしてしまっていて、えっと、それがね、届くのが水曜日以降になるので、数とかがちょっとまだはっきりわからなくって、あの、まず、えっと、ピアスが入荷するっていうのが確実にお伝えできるかなと思います。はい。 というわけで、えー、皆さん暑さに負けず、えー、元気に過ごしていきましょう、えー。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。明日も良い一日になりますように。おやすみなさーい。